皆さんこんにちは。所沢市長の藤本と申します。ゆずのお二人が発表されたあのアルバム新世界っていうですね、に所沢っていう題名の曲が含まれているということでコメントを申し上げさせていただければと思います。デビュー当時少年のような姿から今や威風堂々とした風格さえ感じられるゆずのお二人でありますけれども、所沢というタイトルの曲を、リリースされることを本当に市長として嬉しく思います。あのこの曲はゆずのお二人がまだ道路の上でストリートミュージシャンとして路上で歌っていた頃に、非常に結構人気があったと。僕も実はあんまり最初知らなかったのでインターネットで見ましたら、ゆずの2人が歌ってる音は聞きたいんですね。でもそれを、曲を調べて他の歌手の方が歌ってるっていうのはいっぱい聞くことができました。でみんなコメントが書いてあって、そのなんか伝説の所沢とか非常に結構人気があるということが分かりました。でそういう所沢市の名前が、持っている歌がですね名曲として音源化されたことはまさに、スミレ咲く春風が吹いてきたようなまさに青々とした爽快さであり、一気に景色が夏色になったようなそんなような気持ちでおります。折しも去年所沢のその西武線がですね所沢と横浜までつながりました。フロム所沢あ3番線から所沢駅行くんですけれども、まさにフロム所沢トゥー桜木町という音楽と全く重なるものでありまして、まあ、超特急で結ぶ栄光の架け橋になればなと考えております。ゆずのお二人にも、まあ、昔はですね飛べない鳥と思い詰める青春の日々というような下積みの時代もあったと思いますけれども、雨のち晴れるや今あのごちそうさんでもやってますね。雨のち晴れるやという気持ちで、頑張ってこられたと思います。自分もあの負けないように所沢市をもっと良くしたいという、心のままにもっと惹かれと自らを鼓舞してまいりたいと思っています。一つの曲には、様々なストーリーがあるものだと思います。この所沢に込められたメッセージや、リーズンに思いを馳せまず理由ですね。呼吸を静かに心を空っぽにして、いわば友達の歌のような気分で、この歌を聴いてまいりたいと思っています。また所沢市といたしましてもこの所沢が音源化されてニューアルバムに載るということで、なんとかこう応援していきたいなと思っている次第であります。いつかゆずのお二人に、そういう気持ちで会いたいな、そして平和な町所沢にお越しいただければいいなと思っております。ここにお集まりの皆さん、ゆずファンの皆さんだと思いますけれども一緒に応援できればなと思っています。以上で市長からのコメントとさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの後はですね、所沢という文字の続きを、皆さんに気遣っていただければと思いますので皆さんご協力よろしくお願いします。お願いします。こっちが名前があるじゃん。ここに上がる場合は服を脱いでください。この日聞いてきます。
お好きなところにこの辺があるの、所沢だな。ありがとうございます。